手術のこういう手術を受けたいなと言ってカウンセリング行った時に、最初受けたいなと思った治療じゃなくて別のものをどんどん進められる、こういうのはやめといた方がいいです、うん、カウンセリングの時にその当日に手術が受けるか受けないかっていうことを強引な勧誘をしてくるところっていうのはやめた方がいいです。一旦こう持ち帰って考えさせてくれるクリニックを選んだ方がいいです。単純にその金儲け主義でそういうのを選ばしをしているだけかもしれません、まあ、つまり強引な勧誘があるところはやめといた方がいいです。